はい、どうも、ヘソです。ということで、ラストの四天王を倒しに新郎までやってきました。そしたら、なんかね、いい感じのお姉さんが、なんか探検を手伝ってくれ、弟を探さなきゃいけないとかつって、なんか絶対嘘っぽいんだけど、まあ、美人の言うことは聞かなきゃいけねえな、っていうことでですね、うわ、でっけえカエル気持ち悪い。なんかさ、卵うねうねしてるし、めっちゃ嫌だな、こういう感じ。皆さんはカエルとか触れますか？まあね、ヘソロもサイズによっちゃ触れるけど、あまり大きいサイズのカエルっていうのはさ、ちょっとさ、触れないかもしれないなーって。おう、カエコちゃん出た。私たち強いの？あ、そう。なんでバリキリーじゃねえかよ、この余裕だろ。ほらね、まあね、こうなるよね。余裕余裕。うん、そうだよ、弱いんだよ。もうこういうね、自分の力量はね、しっかりと見定めた方がいいよ。精霊銀のピアスね、たまになんか音波攻撃してくるやついるけど、しばらくそんなやつ見てねえな。ということでね、スライムちゃんが出てきたのでね、まあ、スライムとかこんなんさ、全体攻撃でもこんな感じですよ。もう、余裕余裕。もうこのスライムで多分ね、手こずったことないと思う。基本的に。さて、次。これは？下がるタイプかよ。これがプシューとか言って、隣のなんか扉っぽいやつ開くんじゃないの？あ、なんかハマってる。なんか、型にはまってるやついる。こんな型にはまった状態で戦えるのか、ベルバ。そうよ、グズーズ。ああ、改造戦士。なるほど。お、ほら、警察だったわ。なんか悪いお姉さんかなと思ったら警察だったわ。まあね、まあ四天王なんてね、基本的にもう余裕で倒してきたからね。うん、今回も余裕でサクッと倒してやろうかなと思いますよ。うん、多分ね、この連携で1万近くダメージ当たってる時点ですごい大したことないやつだと思う。これさ、なんか全然手に汗握らないんですけど、やっぱもう強くてニューゲームにしてるとあれだね。なんかこのバトルを楽しむとかバトルを工夫するとかないね。てかもう、でもサバフロンティア自体さ、基本なんかゴリ押しゲーな気してるんだよね。何かが、お、何見切ったの？またさ、こいつなんかいつだったかも逃げたよね。サンフロって基本なんか鍛えに鍛えてなんか戦うみたいな、ボス戦まで行っちゃうみたいな、そんな感じだよね。なんかさ、なんか弱点をついたりとか、そんななんか要素ないイメージがあれば。あ、こんにちは、どうしたんですか。あ、利用されてたのね。オッケーオッケー。さあ、そろそろ決着つけようじゃないの。うわ、出た、かっこいい BGM。 超かっこいいよね、この BGM。 もうね、探し上一番好き。さあ、サビまで聞けるかな、ベルバ君。もう4人連携とか止まっちゃったけど、もう一ターンで終わらないよね。大丈夫だよね。もうサビまで耐えてくれ、ベルバ。俺このかっこいい BGM 聞きたいんだ。うん、もうここまでさ、全然なんか四天王相手なのにさ、回復タイム取ってないからね。ほぼ余裕すぎるのではない、もしかして。お、なんか間入られたね、これ。連携の何するっつの。何もできん。ベルバカウンター、お、強ー。結構効いたわ、それは。結構効いたわ。でもまだ大丈夫。いけるか？え、なんかすげえつまんない攻撃でなくならないでね。うわー、やっぱり最後俺さ、連携で決めたかったのに、連携でさ、ジョワジョワジョワーンって決めたかったのにさ、普通の技でお亡くなりにならないでほしい。
ということでですね、新郎編こんな感じでクリアでございます。さあ、次回はですね、おーおー、城爆発した、大丈夫なのこれ、城爆発したけど。まあ、ということで、新郎編はこんな感じで解決ということになりまして、次回は、多分ね、本部に行くことになると思う。お楽しみに。